コンセプトはハラル の方々がこう揚げ物が好きだと。そして大阪の串カツをこう名物なんですけど、まあ、なかなか食べれないということなんで、そういうハラルの串カツを食べ放題で安くやるために、この店を開けようと思いました。串カツっていう文化が大阪で発祥してですね、大阪といえばたこ焼き、串カツみたいな、まあ、名物がありますから、まあ、それを選んだということですね。以前僕がインドネシアやマレーシアに行った時に、向こうの方々がすごくこう親切にしてくれて感動しましてですね、でその方々がもし日本に来た時に何を食べるんだと聞いたら、インドのカレーや何しか食べられへんっていうのを聞きまして、これはちょっと何かできないかなというので、日本っぽい焼肉とか寿司とか串カツとかっていうものをハラルにしてレストランにして、日本に来てもらった時に、楽しんでもらえる、もしくは実際今日本に住んでるムスリムの方々も来てもらえたらいいなというので、レストランを作ろうと決めました。実際僕焼肉08も持ってるんですけど、そこでは少しちょっとビーム出してまして、で従業員がちょっと触りたくもないという声を聞いて、あ、これはお客さんもムスリムの方もそういうのがちょっとすごく嫌な方々も、まあ、おられるんだなと思ったんで、完全にノンアルコールの店を作ろうと思いました。いただきます。はい、大阪の本場の味がここではハラルで、しかもめっちゃ美味しく味わえます。It's really good, really crispy. And it's not oily at all, so it makes me want to eat it more, so good. 一つはやっぱり礼拝の時間に縛られるっていう感覚が初めはこうようわからなくて、狭くてないですから、すごく困ったっていうと、言葉ですよね、英語しか無理とか、まあ、母国語じゃないと無理っていう、まあ、文化の違いですかね、まあ、そこはすごく苦労しましたね。ムスリムのレストランで働ける喜びみたいなのを、まあ、言うてくれるようになりましたから、こういうところで働けて嬉しいですよね。この店は断然大阪名物串カツですよね、まあ、それをハラル化して、しかも食べ放題で安かったら2000円台で食べれてもらえますから、ぜひ食べてもらいたいですね。 I'm a best fan of fried food and this tastes really good. It's better than I expected. So if you come to Osaka, please visit this restaurant. It's oishi. スパイス食堂5854月にオープンしまして、大阪名物串カツ、ハラル串カツ食べ放題、礼拝所、まあ、簡易なもんですが、お祈りする時間も気にせずに来てもらえるようにしましたので、ぜひお越しください。どうも。